入れる、はい、両投手が同じような今点差こそね1点ありますけど立場になってきました。岡崎はどうだ、ライトへ伸びていく、2者連続ホームラン、今シーズン第2号、若い本木が行けば、そして岡崎が行く、あっという間に今同点のホームベースを岡崎が踏んだ。土曜です、東京の6月4日対ベイスターズ戦でレフトスタンドにサヨナラのホームランを放ちました。延長11回のことでした。たまにはホームランを狙うこともあると話しています。その大久保、右のバッターボックス、一発が出ればサヨナラです。4球目、高めの球、打ったぞ、大きく伸びているぞ、プロ野球の打球、大久保に投げました、いやー、驚いた高めの球、打ったのは大久保、ガッツポーズ1回、2回、3回、清原動きません、次動きません、動いているのは大久保だけだ、岡崎と握手。長嶋監督が迎えます。ワンストライク、次は確かにこの打席が見えますね。そんな感じですね、はい、さあどうだ、高く上がった、上がった、いったか、いった、落合との対決、まずはワンボールから3球目、打った右方向ですが、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか、入った、入った、入りました、ホームラン、落合先制ホームラン、長嶋監督ベンチを飛び出しました。14打数でわずかヒット1本、打った、いい当たりだ、レフトへ高く上がった、ホームラン。
同点スリーランマック、苦手チェコを叩きました。レフトへ高々と上がった。アンパイア森、まもなく開幕のコールです。プレーボールがかかりました。変化球をいきなりライトへ行った、先頭打者ホームラン、開幕の初球を打ちました、高橋由伸。楽しみですね。ワンボールノーストライク、行った快音が聞かれるかどうか。歌大きい、歌大きい、これどうか、レフト、レフト、レフト、ホール、ホールに当たった、満塁ホームラン、がっくりミンチー、7号満塁ホームランが飛び出しました、東京ドームです。このポーズ見てるとですね本当に、このガッツポーズ3連発という感じで本当に嬉しそう。まあその前の打席でちゃん